はい、こんばんは。こんばんは。大倉くんと高橋くん。はいはいはい。これが放送されているのは、7月14日土曜日の夜11時30分。過ぎ。過ぎだと思うんですけれども。そうですね、未来のことですね、これはね。そうですね。うん、我々的には、7月の9日。はい。月曜日の、まあ、夕方6時。まだ、ね、6時ですね。なんか明るいね、まだ。ね、通い慣れた道が。いつもと全然違うよね。全然違う景色に見えますね。まあ、なんか爽やかな話ができそうだね。そうですね。外が明るいと ね、なんか気分までちょっと明るくなるような。そう、なんかそんな下ネタに行くね、感じでもないし。あ、そうだったのかもしれないね。やっぱり夜だから、ちょっと下ネタ喋りたくなっちゃったりとか。なんか自然とこう、もんもんしてくるもんがあるじゃないですか。体内時計みたいなのがね、そうさせてたのかもしれないけれども。まあ先週の放送って言わなきゃいけないんだけど、我々からすると本当にもう、昨日とか一昨日ぐらいの気持ちですからね。一昨日ですよ。話すことは。なんか一日しか空いてないので、何もないよね。何もね、うん。話題がね、うん。進展してないんですけども、うん、まあでも、ね、その、今回は、録音でお送りしているということと、はい。まあその録音でお送りしている、まあ理由としては、明日、はい。7月15日から、札幌ドームで関ジャニ∞のドームツアーが開幕するために、大倉さんにはね、ぜひとも万全の状態で臨んでいただきたい。予算だろ。そういう願いを込めた。飛ぶからやっぱり。え？飛ばなきゃいけないから。飛ぶから。飛行機。あ、そうですよね。そう。そうそう、そういったこと。青函トンネル通ってくるっていう選択肢はないのかな。なかったですね。それはやっぱり、だからその、ね、なかなか飛べなくなってきちゃったからね。そうそうそう。ええ、やっぱこの、で、大陸を越えられないという。だんだんもうその、飛ぶ飛ばないっていうか、ちょっとでもこのスタジオ離れたら無理になってきてるんじゃないだんだんね。噂も聞こえてきてるんですけど。だんだん範囲狭まってきてるからね。名古屋までっていう噂ですよ。どんどん狭まってきてるから、行ける場所が。上は仙台までっていうね。そうなんですよ。打って変わって、録音だときっとすごく安いんでしょうね、いろいろ。まあ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 。ね、そっちの方がありがたいんでしょうね。みんなもう人件費もね、っていう、もうその交通費もかからないし。そうね。うん、だっていつもね、ここにいらっしゃるでしょ、皆さん。まあそうですよね。うん、そこに我々があとは、ね。いや、やっとこうぜ、みたいな。録音できる時間合わせてきちゃえば。そうですね。大丈夫だっていうこともありつつ。いや、まあでもたまにの、やっぱり収録っていうのも楽しいんですよ。うん。なんか、やっぱり、言ったらあかんこととか、なんか、考えちゃうじゃないですか、ちょっと。生だとね。放送って。そうだ。でも収録ってもうほんまに自由やから、そうだ。その安心感がね。うん。何でも話しちゃうなっていうのはあるよね。もう今日は何でも話していただきますよ。何でも話しますし。うん、まあでもそうなんですよ。もう、明日なんですよね、ライブが。そうですよ。うん。まあ、6人になって、初なので。はい。うん。そう、だから6人になってっていうと、その、昨日なんですよ。カンジャムのスバルくんが最終。最後のこのお話してる我々的にはもう昨日、そう。僕も拝見させていただきました。ありがとう。生放送。そう、あのね、番組のプロデューサーと今日、あのね、明日普通に、カンジャムの収録なんですよ。はい。で、今日カンジャムのリハだったんですよ。はい。だから、ありがとうございましたっつって、もう最後スタッフさんがこう横にバーって道作ってくれて、拍手でこう送ってくれたんやけど。はいはい。よく考えたら、みんな出した合うなと思って。大倉さん的には。うん、俺らはね。きっと、渋谷さんへの何かその、アーチというか。でもね、うん、スバルくんが帰って、あとも俺らもこうやってくれて、まあ、お疲れ様でしたっていうか、ねぎらいのね、ありがたいですけれど、また明日つって帰ってきましたけど今日だからプロデューサーの方とお会いした時に、はい、こういろんな人がツイートしてくれてましたよって言って、でゆうくんもしてくれてたって、あ、僕もリアルタイムで見てたんで、そう、なんか気抜いてたら自分が映ってびっくりしたっつって、はい、いやそれちょっとリアルに、あのね、スカンジャムの番組の前がね、うん、なんかアイス総選挙みたいなやつやってたね、やってたよね、でさ、エクスジパンのトシさんが司会やってたね、何この番組とか思って、すげえ面白くて見ちゃって、でどうしてもアイス食いたくなって、
あの、カンジャムが始まるまでに、うん、あの、10分くらいのフックがあったんですよ。ああ、なるほど、ね。なんかちょっと別の番組入らないですよ、はい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 、まあ、ね、あの、それはちょっと申し訳ないけど、見ずに、一、うん、回出て、家を出て、アイス買いに行って、それで、ちょっとあの、バーのタイプの、こう、持って食べるアイスを買ってきた。おー、まあ、あの、総選挙。チョコモナカジャンボ食べてくださいね。ああ、はい、あ、そうですよね。そうです。チョコモナカジャンボって言って。すげえ、生で聞けた。俺たちは。よく聞くテレビで。やらさせていただいてる。それを食べて、はい、さあ、もう準備万端だと思って見始めたら、わりかし冒頭に、あの、なんか、今までの映像みたいな、バンバンバンって出てくる中で、今夜の感じもあつって、はい。はい。で、ちょっと急に私もボンとね、あの、うん、出させていただいてたんで。セッションのね、の一発目でね。うん、それで、おおってなって。ペトーンって、あの、聞かされてないからね、そうなるよ、ね。いや、それびっくりしました。ありがとうございます、見て。いやいやいや、どう、いかがでしたか、始まる前の、例えば緊張感だったりとかっていうのはやっぱりありましたか？緊張感か。いや、なんかバタバタしてた、すごくやっぱり。あ、そうなんですか、うん、忙しかった。そう、4時ぐらいにテレ朝入って、で、サウンドチェックとか。あー、セッションもされてましたもんね、スカパラさんと。スカパラさんと僕らってさ、すごく人数多いから、うん、チェックもすごい時間かかるから、うん、だからずーっとサウンドチェックしてましたよ。わ、なんかツインドラムだったでしょ。そうですよ。ツインドラムってどうなんすか、なんか。楽しいっす。楽しいんすか。楽しい。すごく。別の叩くんですか？なんか、別の、そうっすね。多分、うん、茂木さんがやってらっしゃらないことを、はい、普通にリズム刻んでるところで僕はタムに行ってたりとか。あー、なるほど、なるほど、なるほど。なんか、まあ、一緒のリズム刻んでるところももちろんありますし。っていう、なんかその感じが面白いですよ。いや、なんかすごいむずそうだなと思って。うん、うん。ね、そのドラムっていうのはもう点じゃないですか。トンっていう音でみんなにリズムを刻まなきゃいけないから、二人の音がトントンってちょっとずれたら、うん、ね、なんかこう、リズムどこを見ればいいかみたいなのがあるから、多分すごくお上手な方じゃないと、うん、ツインドラムって難しいんじゃないかなとかって思いながら見てて、でもすごいみんなが楽しそうだったから、うん、楽しそうっていうか、笑顔で演奏されてました。うん、田中さんがね、いや行くぞみたいな。そう、めっちゃ楽しかったですよ。ね、なんかあれがすごい楽しそうでいいなーって思って、うん、ノリノリで見てました。ね、だからあの人数揃って、ええ、生演奏で生放送で、うん、ガンってやるなんて、うん、やっぱもう。楽しさでしかないですよね。いや、すごいと。なんか楽しさか、うん、あの人数でやることへの、ものすごい緊張感みたいなものもあるのかなって。しかもあの人数を取り仕切る、やっぱ一番のリズムがドラムになるわけじゃないですか。はいはいはい、そう、だから、どんな気持ちで叩いてたんだろうみたいなのが気になってたから、楽しかったんだって聞けて。あ、そうですよ。だからスカパラさんがいてくださるから、うん、もう土台が、ドーンってがっつりとこう支えてくださってるんで。うん、もう自由に楽しくできましたよ。柳中さんとは少しなんか喋ったりする時間ありました？そう、ゆうくんが、こう、ギターのね、ゆうくんがくれたギターにメッセージありがとうございました。ああ。いや、いいんだよ、いいんだよ、つって。かっこいいですね。あの方かっこいいですよね、本当に。顔もかっこいいしね。顔もなんか、喋り方とかもなんかね。うん、俳優さんみたいよね。ね。俳優業もちょっとやられてるでしょ、して、あ、そっかそっか。なんかもう雰囲気がやっぱね、うん、ダンディーだもんね。ダンディー。ダンディーなのに、ああいうライブとかになると結構荒げるでしょ、うん、声を。ああいう時だけ。そうですね。うん。それのギャップもまたなんか良くて。そう、また優しい方というかね。ええ。いろんなこう、スカパラさんもいろいろあったっていうのを、ね、まあ、細かく、教えてくださったんですけど、はい、で、まあ、番組終わってちょっと乾杯とか写真撮影とかあったんですけど、はい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 、スカパラさんも残ってくださってて、おでもなんかね、やっぱいろんな経験されてるから、はい、切ない笑顔でね、はい、僕らのことを見てくださってたんですけど切ない笑顔、そう、なんかわかるよでも頑張ってほしいみたいな。ああ、もうなんか全てを見てきた人の笑顔なんだ。そう。っていう、もう優しかったですね、皆さん。あ、じゃああの生放送が終わった後は、うん、あの現場で中打ち的なことがあったんですか？そうです、そうです。もうまあ、夜も遅かったんで、うん、まあ乾杯と、うんうん、まあスバル君ちょっと挨拶と、みたいなのありましたけど。はい。いや、だから僕はね、楽しく、終えることができましたね。ああ、なんか一応、この番組的に言うとですね、うん、まあ、その、先週の放送ではね、はいはいはい、泣かない問題的な話題がね、ちょっと取り沙汰されてましたけど、はいはいはい、まあ、
テレビで見る限りで大倉さんはもう全く泣いてるようには見えなかったですし。泣いてなかったですよ。うん。なんか全体的にもそんなに泣く雰囲気ではなかった。まあね、いや、なんか、泣いて泣いてっていうのも、なんか、っていうのはあったんじゃないですか、みんなの中、僕わかんないですけどね。そんな話しないじゃないですか。はいはいはい。泣かずに行こうぜ、とかさ。ああ。まあ基本だってバラエティなんで。まあもう冒頭からもう丸なんてふざけてましたし、ああそうでしたね、なんか見てて楽しかったです。赤津さんのモノマネで始まりました何でお前ここでだったんだ、ここでこんなことすんの言うて初めてやったわ言うてパッと見た何やってるんだろうっていう感じで見てる人もちょっと僕なんかはちょっとそうだったんですけど、そうですね、面白い雰囲気はすごく伝わってきてます。うん、楽しかったですね。うん、ああ、じゃあ終わった後もそんな感じで割とみんなで楽しくみたいな。うん。まあ、ずっとね、僕らについてくれてる人とか泣いてる人とかはいましたけど。うん。まあ、終わってからは、お疲れしたって感じでしたね。なんか、やっぱり、大倉さんがこの間おっしゃってたみたいな、前向きにというか、うん、みんな前を向いてるような感じの終わり方だったんですね。そうですね。うん、まあ、だから、面白かったのが、うん、僕は笑っちゃったんですけど、ええ、まあ、スバル君最後やから、スバル君ありがとうって握手して、で、丸も、はい、渋谷んっつって握手して、はい、ハグしようとした瞬間に、ええ、コンサートの、舞台監督がパッて来て、はい、渋谷さんっつってなんか物持ってんすよ、はい、ハグしようとした瞬間に来たから、はい、丸が あすいませんみたいな感じになって最後なんやから舞台監督の人待ってあげたらいいのにすごい気まずい感じになってあっつってジャンガジャンが始まりそうな感じでした。全然ハグできなかったんですか、まあ、結局。いや結局なんか違うなって感じになって、丸リベンジしたらっつって、いやなんか2回もやることじゃないのみたいな。まあすごい遠慮、お前はおもろいなと思って最後まで回ってないところでまで回ってないところで小さな笑いをたくさん作ってる感じで面白かった。面白いですね。うん、普段からそういうハグとかメンバー内ですることってあるんですか。ないね。ああ、じゃあやっぱり特別なことをやろうと思ったんですね。そうそう、丸はね。いや、だハグは、なんかさ、外国人じゃないから、しないじゃないですか。でも俺、スバル君と握手したことほぼなかったから。握手も。握手もね、あんまやっぱないっすよね。確かに。あんましないじゃないですか。なんか、年が、経てきた最近の方が余計に、握手する意味とか考え出しちゃって、なんか、あんましなくなってきたかもしれないって僕。まあまあまあ、すごく意味を持つものじゃないですか。なんかね。そう。だから、まあドラマのスタッフさんとか、はい、共演者の方とか、はい、まあその3ヶ月頑張ってきて、まあ打ち上げ終わったらもう次の日から当たり前のようにこう仕事しないわけじゃないですか。はい。その時に握手したりとか、始まる時とかによろしくお願いしますっていうのはありますけど、はい。なかなかね、普段からしないですからね。わかります。なんかだから、すごく、例えばこのね、ラジオで番組やらせてもらってます。うん、で、例えば自分のライブやります。うん、ライブになんか、終演後の挨拶とか来て。あ、いやいやいや。で、なんか、ね、そんなにそういう関係でもないのになんか食べ物持ってきてくれたりする曲もあるでしょ、はいはいはい、ね、うちの番組は途中で帰る方とかいらっしゃるからはいはい、はい、この番組は何とも言えないけどさ、うんうん、そういう時にすごくよく会ってる人と、うん、いや本当ライブ来てくれてありがとうねなんて言って、うん、なんか今でも流れ上握手しちゃってる時があって、もう俺流れ上って言っちゃったけど流れ上じゃないよねなんか一応ね、一応するじゃないですか、うん、気持ちでね、そう気持ちで、うん、でその時気持ち握手するんだけど、なんかその時のちょっとゾンってする感じだった。なんか握手しちゃった、うん、握手とかしちゃったね、みたいな。そうね。恥ずかしさ。悪いことじゃないんだけどね。うん。うん、でも、一番その場ではそれが伝わるかもしれないですね。ありがたい。ありがとうっていう気持ちが伝わったりするんでしょうね。うん、その、じゃあ、なかなかしなかったけど、あえてその時にした握手っていうのはやっぱありがとうみたいな気持ちがあったんですかね。まあそうですね。だからもう今日から、もう会わないというか、うん、仕事場で会わないわけですから、うんうん、っていうのも含め、うん、まあ20年近くありがとうといううわうん、ことですかね。でもスカパラさんとも、うん、グループメールを組んでもらってるので、へー、そう、スカパラさんメンバーと
関ジャニ∞。関ジャニ∞メンバーが全部でグループになってるんですか、うん、そうそうそう。すごいグループラインですね、それまで。だから、それで、やっぱなんかがあるたび、うん、まあ、あの、スバル君の会見とかも、うん、その、あの、一週間前ぐらいやったかな、あの、PV 撮ったの。うん、はい。スカパラさんと。はい。でも、その時には僕ら知ってたけど、うん、言えないじゃないですか。ああ、はいはいはい。スカパラさんにはね。そうそうそう。はい、だから、それが終わってからとかも、あの、すごいいっぱい、ブワーって、皆さん、メッセージ送ってくれて、はい、気持ちすごいわかります、みたいな。あとかもあったし、はい、なんか、誕生日おめでとうとか送ってきてくれたりとか、あそう、あと、まあ、ヤスのこともね、心配してくれたりとか、はい、で、そういうのに、こう、全部こう、フォローしてくださるから、スカパラさんとはもう、あの、会った瞬間に、うん、あの全員と握手させてもらいましたけど、あ今日本当にありがとうございますっていう、あまあ、うんうん、しかもあの時間ですし、うんうんうん、でもなんか楽しかったってすごい終わった後に、うん、こう、まあ、僕ら次の曲あったんで、はい、スカパラさんは楽屋に戻られたんですけど、その時にすごい笑顔で言ってくださってたので、はい、あよかったと思って、うん、すごい楽しそうでした。いや楽しかったですね。ライフを演奏されてた時は、うん、どんな感じだった。楽しかったですか。うん楽しかったし、うん、なんかみんななんかいい気持ちが乗ってたなっていう感じがして、うん、まああの別にあの普段が乗ってないってことじゃないですけど、まあいつもライブ、うん、いつもよりライブをねよりなんか。はいはい乗ってる感じがこう伝わってきて、うん、ライブ感かな。そう、はい、うまい下手は分かんないですけど、いやなんか気持ちいいなと思って、演奏してましたね。はい、なんか最後シャウトされてたじゃないですか、渋谷さんがなんか、多分エイターって叫んだと思った。エイターって言ってましたね。はい、なんかあの感じとかって、うん、もう。ね、患者の皆さんからしたら目の前にはカメラがあったんだと思うんですけど、うん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 、もう見てる人たちからすると、うん、ライブに行ったような感覚というか、まあそうね、7人でのその患者ネイトのパフォーマンスを届けてもらったっていう感じがすごく伝わってきたような気が僕はしていて、そうね、だからやっぱりなんか喋るってなったらさ、うん、あの本当にありがとうとしか言えないかもしれないけれど、はい、なんかあの言葉に全て彼のなんか気持ちが詰まってたような気がしましたけどね、うん、伝わったものがあったんじゃないですかね、うん、ファンの皆さんにはなんかすごく感動したというか、うん、あのなんか変な言い方です、得した気持ちっていうか本当ライブ見に行ったような、うん、あ僕の個人的見解としては関ジャニ∞のライブ大好きなんで、ありがとうございます。ライブ演奏というかその7人で、うん、あのアンサンブルを奏でてる時の表情とか、はい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 、厚さみたいなものがすごく大好きで、うん、あんまりそれって、うん、でもテレビから伝わるものって難しいと思うんですよ。やっぱライブに来て分かるものってあるじゃないですか。ああ、そうですね、それが昨日の演奏はもう全然そのテレビとかの隔たりを感じさせない気がしてて、うん、なんかでも生放送も大きかったかもしれないですね。あ、そうですね、今 、うん、目の前でっていうか同じ、まあ、時間に演奏されてるっていうのもあったのかもしれないですけど、うん、すごく鳥肌が立ちました。いやーありがとうございます。そのあと深かったんですか、夜は飲みに行かれたりとか。まあちょこっと飲みましたけど、ええー、まあ今日もねあの、終わってから終わってからというか明けてからライブリハだったので、うわー、そうだからもうすぐ切り替えてやらなきゃいけないっていうのもありましたし、はいはい、なので、はい、てんやわんやですありがとうございます。なんかいやいやいや、正直な気持ちを。そう、いやなんかね、生放送3連発があったんですよね。3連発、Mステから THEMUSIC ミュージックで、でカンジャム、カンジャム、はいはい、でカンジャムが一番最後だったじゃないですか。はい、であのそれぞれやる曲も違うかったし、あこうね、それにあのカンジャムの練習っていうのもあったし、うん、ツアーリハの練習っていうのもあったし、あで、あのそのカンジャムの生放送の次の日にカンジャムリハで覚える曲もあったりとかして、大変だ、破裂しそうでしたね。うわ、でも心中お察ししますわ。いやいやいや、あのリハ大丈夫かなと思ってたけど、無事
やってきました。いやーすごいっすよ。いや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 、俺はなんかただただ演奏すりゃっていうことでもなかったでしょうし、その考えられることとかね、ね、気持ちみたいなものもねそれぞれにあったでしょうし、ただでさえその3日連続で全然違う曲ってなるだけで、まあまあミュージシャンって大変ですよ。まあ ねすごい。まあでもずっとやってきた曲ではあったから、新規で覚えるということではないですけど、まああとね、まあなんだろう、やっぱ最後7人でやる演奏だから、ちゃんとしたものをね、やりたいっていう気持ちもありましたし、はい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 、うん、まあでもその思いはきっと届いたんじゃないかと。いやそうですね、届いてくれた。僕は一人で見てましたけれども、一人で見ててもサッカーで見てて声が出るような気持ちに近い気持ちになりましたもん。ああありがとうございます。っていうなんかこういろっていうおくらーみたいななんかね、そうそうそう言いたくなりましたもん。ありがとうございます。お疲れ様でございましたと言いたいところですけれども、これからはちょっとラジオで、ラジオですからね。ラジオでね、大倉さんのたくさんのお気持ちを収録ならではのお話をたくさん聞かせていただければと。そうですね。ちょっと、そうなんすよ。ええ。いくらでも、何見てるんですか？うん、大丈夫です。マネージャーさん方、うん、大丈夫ですか、はい、じゃあ、それでは今週もそろそろ行ってみましょう。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。改めまして、こんばんは。数年ぶりに会った芦田愛菜ちゃんの成長ぶりに思わず親戚のおばちゃんみたいなベタなリアクションをしてしまった関ジャニ∞大倉くんです。声が裏返っちゃったってやつですね。なかなか聞けない大倉さんの何なんだろうあの感情はとか、ね。そして初めてお会いした鈴木34にもなって意外とガキだなと思われてないか不安な高橋です。これは怖すぎるわ。出たでしょ。本当だよ。怖いわ。ねえ、あのお二人がそうですね。まるまるモリモリやられてた。いや今やってほしいよね。今やったら。確かにちょっと声変わりとか始まっちゃってさ、うん、渋いのになりそうだね。渋いね。まるまる何々になるんだろう。ワンツースリーフォー。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さて毎週土曜日の夜、男2人が集まって男だらけのスタッフとできる限り生放送でお送りしている週末の反省会的なこの番組。いつもだとここで今番組を聞いてくれてる君からメールで今週1週間の失敗談、やっちまった話を大募集するところなんですけども、はい、オープニングでもお話ししたように今週は録音です、うん、リアルタイムで特にメールは募集しませんが、うん、どうしても何かしらのメールを送りたい、どうしても我々2人に何かしら言いたい、そんな君の衝動を我々の方で押さえつけるつもりはありません。遠回しやで言い方。どうぞ送ってくださいでいいんじゃないですか。そうそうそう送ったところで、今日の放送中に紹介されることはありませんが、うん、どうしてもメール送りたいという人は遠慮なく送ってきてください。もう送ってきてくれ。メールアドレスいますね。ot@allnightnippon.com ot@allnightnippon.com です。君からのメール待ってたり待ってなかったりします。もうええわ。電話でゾワゾワするわ。なんか優しさなのか何なのか、すぐ行けるのにあそこまでっていう。なんか無駄な思わせぶりなこと言ってる男みたいだよね。気歩くの遅いやつみたいな。電話来てますね。もしもし。あ、もしもーし。あ、もしもーし。男、お名前、年齢、どうぞ。大阪府四条縄手市、家29歳。四条縄手よ。はい。四条縄手市は、ね、大倉さんなんかゆかりはあるんですか？四条縄手は大阪やからね。ああ、なるほど。さすが、関ジャニ∞。はい。関西のことは、四条縄手で詳しい。名前聞いたことないっしょ。四条縄手。ちょっと僕はちょっと あんまりゆかりなかったんで。俺ある。どんないや、大阪っていう。さすが。関ジャニ∞のメンバー。四条縄手ってどの辺やったっけ。リエさん。四条縄手は、東大阪の、横の横ぐらいですね。横の横、そら知ってるわな。だから知ってるね、俺。なるほど。なんか、なんて言ってんですか、東大阪があって、その、なんて言うの、ま、境？なんて言うの、寝屋川との間ですね。寝屋川との間。はい、ちょっとお話途中で遮っちゃったけど、お仕事何されてるっておっしゃいました？あ、はい、
昼はスニーカーショップで働いていて、夜はスナックラウンジで働いてます。あ、いいね、スナックラウンジ。スナックよく行くよ、はい、俺スナック俺も最近覚えまして、地方行ったらよく行く。あ、そうなんだ。え、スナックで接客、スナックってさ、そうですね、はい、あれなんか俺のイメージだと割となんかママみたいな人が一人いて、ガラガラのママが一人いて、カラオケもできて、お酒が飲めて、でもそこに接客する人っていうのもいらっしゃるんでしたっけ、その、まあ、基本接客なんじゃないですか、あのガラガラのママ以外にもってこと。なんかあのえバあカウンター越しですか。横、そうですね、カウンター越しですね。それ横ついたらまた違うお店になりますもんね。そうですね、ちょっとこう、うんうん、なんか細かく分けるとそうなってくるんで、そういうことですね。一応カウンター越しにお酒も飲むんですか。お酒を提供して飲んでって感じですね。あ、じゃあだって どうぞってね、飲んでくださいって言われますもんね、お客さんから。はい。じゃあ大変やね。そうだよね、昼と夜で働いてると、ちょっとしんどい、はい、ちょっとしんどい。え、それね、スナックではアルバイトみたいな感じ。そうです。あ、じゃあスニーカーショップもアルバイト。スニーカーショップは就職してます。あ、そっちなんや。しんどいね。ね、それは何かに向けてお金を貯めてるとかそういうことなの？そうですね。将来のお金を貯めてますね。あ、それがなんか関わってくるのかな、もしかして。あ、やっちまった。これやっちまったテレフォンなんだっけ？あ、や、なんかやっちまった話にもし差し支えなければなんだけど。やっちまったテレフォンって初めて聞いたけど。何？そういうネーミングだった。こういった名前じゃないんだっけ？やっちまったテレフォンじゃなかったっけ？やっちまったテレフォンなんか聞いたことないけど。いいともみたいなテレフォン。ネーミング。ごめんごめん、ちょっと俺ならでずっとそうなってた。あ、そういうことなんですね。やっちまったテレフォンかかってきたな。そういうことか。差し支えなければ何に向けてお金貯めてるんですか、リエさんは。まあ、正直もう年齢的にも結婚とかもしたいなと思ってるんですけど、うん、お相手は、まあ、相手はまあいないんで。あれあれそうか。はい。じゃあいつかできる彼氏のために夢のために貯めてるわけですね。はい。ああいうさ、まあちょっと本当にわからないから聞くんだけど、スナックでは出会わないの？出会わないもんですか？出会わないですね。おっさんばっかしょ。まあはい。ちょっと例えば金持ちの人とかも来そうじゃないですか、なんかスナックって。金持ちの人どうなんすか。でも地元のおっちゃんとかじゃないですか、スナックって。そっか。あ、働いてる場所は地元じゃないんで。あ、そうなんや。ちょっと離れてるんですよ。うん。え、中心街？そうですね。大倉さん行ったことあるんじゃないですか、もしかして。いや、大阪では行かないですか。あ、そうなんですか。うん。もっと違う地方で行くんですか。なんか若い人がいたらちょっと恥ずかしいなって思うから。ああのちょっとね、うん、いい感じにこうお年召したママがいらっしゃるようなところに大倉さんが行っても、うん、動じないような人たちがいる場所というか。そうそうそう、うん、あの一回あなた韓国の俳優じゃないって言われたことあるからね。ああでもさ、それぐらいの気が楽だってことですよ。そう、一緒に行ってたおっさんが、ええ、あなた監督でしょっつって何の根拠もって言ってんのか分かる、根拠もなく言われたんですけど。そういう時ってさ、うん、それになりきったりしないですか、お母さん。あ、そうそうそうです、そうですよ。さすが俳優。そう、めちゃくちゃ日本語流暢やけどね。そうですそうです、そうです、うん、でもサインはダメなんですよっつって。あ、いろんなお客さん来るでしょうけれどもね、はい、リエさん、なんか、はい、まあ、やっちまった話と関係あるかどうか、何やっちまったんですか、ちなみに。あ、実は母親に隠していることがありまして。え、何でしょう。先日、うん、実家に帰った時に、うん、あのキリダンスを開けて、うん、そこに母のジュエリーボックスを見つけて、ほうほうほう、真珠の指輪が入っていたんですよ。おう。で、あのその真珠の指輪を口に入れて、うん、は？ん？何してんの？口に入れて飲み込んでしまったんですよ。なんで？酔ってたの？いや、あのフェチなんですよ。フェチ？フェチです。あの子供の頃から、子供の頃から何でもこう口に入れてこう味わうのが好きで。あ、フェチです。はい、すいません。変なフェチやな。それ体が良くない癖なんじゃないの？それ口に入れて確かめたくなっちゃうってこと？あ、そうですそうです。形とか味とか？あ、そうですね。なんか口に入れちゃいけないものを入れてこれがどんな味するんだろうと思う。いやいや、もう赤ちゃんだからさ、犬じゃないんだからさ、赤ちゃんと一緒。
手があるじゃないの、手が。え、じゃあ、確認したくなるんですよ。なんで口で確認したくなるの。赤ちゃんって指加えるじゃないですか。加えるね。それってさすがにしないでしょ。あ、そうそうそう、でも気づいたら入ってる時とかあります。入ってるってなんや。無意識で。いや、なんかこう。それ、え、ちょっと待って、ま、ごめんごめん、話の途中だけどさ、それ気づいて入ってんの。お母様のジュエリーボックスの中にある真珠を口の中に入れたら飲み込んじゃったんでしょ。はい。あ、だから確かめてたんや。そうです。それは何、どんな味するのか気になったの、真珠の。そうですね。なんかあの、よく夜中の、なんかショップチャンネルとかで、あの、うん、健康番組とかでなんか真珠がすごくなんか、なんか、なんかいいみたいなことを聞いて。うん。真珠がない。カルシウムみたいな感じで。え、真珠にカルシウムあんの。いやいやいや、あ、それでなんかそういうあれ、なんかサプリみたいなのがあるってことか。はい、真珠で作ったような。はい、なんか直接その真珠をそのまま口に入れたらもっといいんじゃないかなと思って。いやー、それは違うと思うよ、リエさん。真珠から作ってるサプリなんであってね。お姉さんちょっとアホなの。いやいや、そんなことないです。そんなことないの。アホな人ってみんなそうやって言うの。自分のアホだとは言わないんだ。それどうなったのよ、飲み込んだ後で。飲み込んで、うん、まあその出てこなくて。え、見つからなかったの。はい、どこに今いるかわからないです。え、まだリエさんの、あの体の中に真珠があるってこと。いやいや、下水でしょ。わからないんです。いてほしいなと思うんですけど。いや、いてほしいなって、おらんやろ多分。え、何日前の話なんだけど、その飲み込んだのが。結構前ですね。いや、でも出てるでしょ。もう出てるよ。うん、海かもしれないもん。あ、でもちゃんと海に返したんだからいいよね。自然に返したんだから。自然に返したんだからね。それか、カルシウムになったのかな。カルシウムになる。だってあれ、加工されてるでしょ。そうだよね。うん、そうですね。だって、ジュエリーボックスってことはお母さんの大事にしたものなんじゃないの。はい、多分そうですね。いや、絶対そうでしょ。多分じゃないよ。お母さんにはそれは言ったの。隠してるの、ね、いや、まだそれが言えてないです。言えてないのか、うん、はい、でも意味わからんもんね、飲み込んじゃったって言われても。そうですね、うん、でもお母さんは知ってるんじゃないの、自分の娘は何でも口に入れる人だっていうことを。いや、それが、うん、あの小さい頃とかに、うん、まあそういうあのビー玉とかいろんなもの口に入れてて、うん、やめなさいって言われてから、うん、まあ、やめてるふりをしてずっとやってたんで。克服した体だったんだ。今まで、はい、あの口に入れた中で一番変やったのは何ですか。変というか、あの結構好きなのは、うん、輪ゴムとか。輪ゴム、なんで輪ゴムが好きなの。いや、輪ゴムは結構そのなんか茶色い、まあ、ノーマルのタイプの輪ゴムと、うん、結構緑色のタイプの輪ゴムとか、うん、あるね。やっぱ種類によって全然味が違うんで。いやいやいや、テイストで作ってないからね、あれ。たまにさ、うん、お酒飲みの人のさ、はい、もう極論でさ、うん、つまみの極論でさ、輪ゴムに醤油つけてさ、噛んでさ、舐めてさ、また出して醤油つけて噛んで舐めたらさ、つまみになるって言ってる人いない、たまに。いない。そう。俺の周りに何人かそういう人いるんだ。嘘やろ。本当に。塩じゃなかったんや。輪ゴムがいいんすか、好きなのは。結構苦味が。ゴムの魅力は。苦味があんねやろ、それ。だって人工的な味でしょ、それ。いや、なんかこう、魚の綿みたいな感じで。うっそー。いやいや、ゴムなんていろんな人触ったりしてるぜ、もう。魚の綿は嫌やな。でも、新品でしょ、もちろん。はい、もちろん。あれ、なんか、メガネとかは、メガネですか。メガネのかける部分とかそういうところ。あ、いるね、あそこ。それはまだ口に入れたことないです、ね。いや、まだ。いやいや、なめろって言ってるわけじゃないから。教えるんじゃなかった。例えばさ、リエさん今まで、彼氏とかできたことももちろんあると思うんだけどさ、あ、はい、彼氏と一緒にいてさ、はい、そういう衝動に駆られることあんの、はい、あ、あります、あります。何例えば言っていいんですかね、これ。大丈夫、収録だから。なんかちょっとまたそれも癖なんですけど、うん、体毛が結構好きで。体毛あの、うん、ギャランドゥとかがすごく好きで。ギャランドゥ、でもそのギャランドゥをずっと口に含んでいたりとか。すごい世界だな。いやテレビ見てたら彼女がギャランドゥずっとチェック開いてんねや。もうやめなさいってあるよね。こんな格好になってんだ彼。それだってさ、ギャランで出ないでしょ、普通。ギャランだから T シャツめくってめくるってんの。
めくって、リエさんがめくるの？ちょっと強引にめくったりとかして。何してんの？脇毛とかは？あ、それも全然大丈夫です。全然大丈夫って。あるあるみたいなテンションで言わないで、あーっつって。それもじゃないよ。誰もやらないんだから。すごいね。結構脇はなんかコンディションとかによるんで。まあまあね。味のばらつきがあるんで。ばらつきがある。リエさん的ベストコンディションどういう脇がいいわけ、それは。やっぱこう、ちょっとこう。味ついてる方がいいの？あ、ちょっと味がある方が。ある方がいいんや。うわ、すごい世界。もう風呂上がりじゃない方がいいんや、じゃあ。ああ、もうお風呂上がりが一番嫌ですね。あ、嫌なんや。洗剤の匂いになっちゃってるからってこと？そうですね、ないですね。じゃあ、リエさん、彼氏をこれから作るにあたっては、やっぱり毛深い人の方がいいわけだね。ああ、いいですね。たまらないです。マジか。すごい。はい。で、その癖が邪魔してない？もしかして彼ができるの。まあ、知らないか、最初に出会う人はね。だんだんバラしていくんでしょ？徐々に小出ししていく感じで。で、最終的になれるんだ、彼氏は。もう諦めるんですよね。あ、最初は、最初は拒むんだけど。最初はこう拒否るんですけど、うん、人間なれると、もう、うん、それすらも当たり前になってくるんで。その全人類にそうしてほしくないよね、別に。そういう人もいるけど、人間慣れてくるんでってさ。いや慣れてくれるいい彼氏さんだったんだろうけども、なかなか、これからね、うん、そういう人に出会えるかどうか。でもやっぱ、はい、誤って飲み込んじゃうものやっぱり口に入れてちゃ、入れちゃダメよ、高価なものと、はい、体にも良くないだろうからね、あんまり、うん、俺氷入れるのは好きやけどさ、はい、まあ氷とかなら溶けるしさ、氷をなんか気づいたらずっと食うてる時あるわ。だいぶなんかこうお酒回られた時とかじゃないですか。うん、普通に酔っても、うん、なんか口の中あったかいなと思ったら氷入れたくなる。これも平気やな。口の中あったかいなっていう感覚面白いですね。うん、体は熱くないですか？口の中だけあったかい。いやいや、体も熱いし、口の中もちょっとあったかいなと思って。じゃあせめて口の中だけ冷たくしたいなと思って。うん、アイス食べるのと一緒の感覚ですよ。ああ、そこはでもアイスじゃなくて氷でいいんですか？氷がいいんです。僕は味ついてない方がいい。あ、そうなんだ。すごいいろんな、なんか口の中に入れるお話聞きましたけれども。言い方かけんなよ、ここ。リエさん、リクエスト曲は何ですか？はい、高橋真理子さんでごめんねで。そのままやな。はい、お母さんに言った方がいいんじゃないですか？そうだよ、ごめんねって言いなよ、お母さんに。はい、正直に言います。あと仕事頑張っていい人見つけてね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございます。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。Ladies and gentlemen、 オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。いや、高橋真理子さん良かったですね。いいですね、ちょっとギャランドゥ舐める話聞いてからの、うん、曲っていうのはちょっといろいろね、複雑な気持ちもあったけれども、はい、複雑でした。なんか複雑だったけど、スナックの感じとかもね。スナック感が半端なかったですね。最終的にね。俺は今だんだん夜になってくる景色をさ、なんとなく横目にしながら喋ってるからさ、うん、スナック行きたくなってきちゃう。このまんまこの流れで飯食うてね。飯食うてジャガーっつって。ごめんね、誰かにママとかに歌ってもらいたい感じとか、ね、歌ってほしいね。まあそんな中また電話が来ていると、はい、もしもし。もしもし。男のお名前、年齢どうぞ。東京都小金井市、コータ、21歳、大学4年生です。おう。コータは何の勉強してるの、大学で。で、まあ、電気電子っていう分野を勉強してます。何ですか？電気電子？はい。電気電子。難しくてわからないな。うん、ちょっと、説明してもわかるかな。電波です。あ、電波？はい。携帯とかの、あ、そうです、携帯とか。携帯とかってさ、どうやって電波飛ばしてんの？ちょっと難しい。あ、難しい。難しいんだ。まあでもコータさんはそういうのはもうご自身で理解してんでしょ。なかなかこの電話の中だけでおじさん二人に説明するのは難しいっていう意味でしょ、きっと。ああ、はい、そうです。携帯のブランドによって、で、飛んでる高さが違うとかって、それってあるんですか？あ、それは、はい、あります。おー、知ってた。飛行機で Wi-Fi が使えるのはなぜ？
気になる気になる気になる。ちょっと難しい。これも難しいか。俺らに話すのは難しいんだね。そんなさ、あの、何にもわからない俺たちにな、相談することなんてあるか。ちなみになんか、その、今大学4年生でしょ、もう。はい。ってことは、卒業でしょ、もうすぐ。そうです。じゃあ、どうするの、あの、将来の職業とか。電力会社、あと、大学院にとりあえず。まだ学びに行くってこと？そうですね、ちょっとまだ浅いので。何がきっかけで電波を学ぼうと思ったの？俺電波学びたいって一回も思ったことないねんけど。気にはなるけどね、日常生活の中でさ。そう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 、どうなってるんだろうとか思うけど。そうそう、まあ、見えないじゃないですか。見えない。でもテレビとか会話とかって遠く離れたところに届くのがすごいちょっと興味を持ってまして、うんね、まさにこの電話もそうだよね。はい、ね、電波で通して喋ってるわ今こうた。なんかおしゃれなきっかけやな。なんかね、うん、ポエムのようだよね。そう、見えないものが飛んで、そう、話ができたり映像が見えるっていう。っていうのを後付けでしょ。本物は本物は勉強しててもうこっちかなって決めたんじゃないんですか。どっちなの、こうたさん。そこ正直に行こうよ。どうせ男だらけのラジオなんだからそんな格好つける必要ないんだぞ。そうです。いや、認めた。すげえすぐ認めたな。そうだ、後付けだったのか。いやいや。立派な理由だったよ、今の。立派な理由よ。これ、それもほんまだろうね。うん。うん、じゃあ、コウタさん、そんな、ね、我々に話せるかどうか、何やっちまったの？俺ら相談乗れるかな？もう簡単なことにしてほしいな。本当だね。電波のことは俺らにも解決できないからさ。そうだよ。何、コウタさん。別れた彼女と、うん。3泊4日の旅行に行ってきたっていう。ああ、そういう方の話だったらまだ。え、3泊4日？はい。結構行ったね。はい。え、ちなみにどちらに、今東京の方なんでしょ、コウタさんは。東京です。どちらにご旅行行かれたんですか？そう、香港です。うわ、海外じゃないですか。え、ちょっと待って、どれぐらい前に別れた人ですか？5ヶ月前です。え、結構経ってるやん。え、その5ヶ月間、別れても、その5ヶ月間も彼女さんとは、なんて言うんですか？連絡を取り合ったり、会ったりっていうのがあったんですか？あ、いや、旅行に行ったのは今年の3月で。うん。ほぼ4ヶ月前や。そうです。2月に別れて3月に旅行に行きました。何どういう段取りなのそれは。段取り どういう風に決まってたの？もともと別れる前から旅行する日取りがあったってこと決まってたの？あ、そうです。あ、そういうことか。別れる前に計画してて。うん。で、その間に別れちゃったんや。はい、そうです。でも、行くことに決めたの？それはもうなんか、料金を支払っていた？払って、で、僕は行きたくない方向だったんですけど、うん、そりゃそうだろうね。彼女はちょっと、半ば意地みたいな形で。おぉ。で、止められなかった僕も悪いんですけど、行くことになって。二人きり？そうです。話すこととかあるの？いや、それが、ちょっと、やっちまったなっていう話。何繋がってるの？何、はい、どうしたんですか？何？あの、ツアーだったんですけど、うん、あの、ご飯の場で、うん、他のツアーの参加者の方々がいるときは、その方たちともお話できるので、うん、ああ、そっかそっか、はい、楽しくできるんですけど、うん、部屋に帰って二人きりになると、うんうん、気まずい雰囲気が部屋中に。いや、そうだよね。それ寝るとこっていうのは一応ベッド二つあるの？そうですね、シングルが二つちょっと離れて並んでる感じでした。あ、まだ良かったね。あ、そうなんですけど、あれ、何そこで何かあったの？何かあったんか。ちょっと何個かきつかった話があって。何ハラハラするわ。ベッドが2つ並んでたんですけど、うん、僕が寝てるベッドに彼女が夜1回入ってきたんですよ。あ、まだ未練があるんじゃないの？彼女分かんないよね、そういう行動パターンが、うんうん、未練あんのかね、うん、多分そうだと思うんですけど、うん、入ってきたんですけど、うん、もう僕としてはもう別れてるで、うん、そうだそうだ、そういうのはちょっと良くないなと思って。多いね、真面目だね。あの、彼女が寝てい
片方のベッドが空いたので、うん、そっちに僕は移動しました。ああ、そうね。椅子取りゲームみたいなことなんで一緒に寝たらよかったやんか。そうだよ。いや、もう、はい、こうたくんの方がもうちょっと気持ち薄れてたのかな。それは、はい、あります。だから、まあ、彼女はまだ好きだけどっていうことやね。で、振ったってこと？そうだ、別れたきっかけ。たのは僕の方で。ほらほらほら。なんで、ちなみになんで振っちゃったの？なんで、8ヶ月ぐらい付き合ったんですけど、うん、まあ、ちょっと、まあ、冷めてきたというか。あら、なんでよ。思わんかったんか。思わんかったんやな。なんかあったんでしょ、ほんと。8ヶ月で冷めると早いな。思わんかったんか。はい、あわんかったんやな。そうか、そらしゃあないよな、はい、っていうふうに小田さん思ったけども、彼女からしたらまだ8ヶ月だし、なんで振られるんだろうみたいな気持ちもしかしたらあったのかもしれないね。未練が残ってるってことは。そうですね、ちょっと話し合いもあります。なんか目移りしたんじゃないの、誰かに。いやいやいや、違います。他に好きな女性ができたみたいな、小田さん。いや違います。はい、大丈夫、誰も聞いてないよ。正直に言った方がいいよ、コウタさん。いやいやいや、本当に違うんですよ。ね、だって、冷めたかもしらんけどもやな、復活してくる可能性だってあるわけじゃないですか。あるよ。ベッドに彼女さんが来て、はい、逃げるようにもう一つのベッドに行ったっていう話をさっきしてたけど、それがやっちまった話なの？なんか、いくつかあってって言ってなかった、さっき。まだ、まだあるの？まだあります。何？香港って100万ドルの夜景ってやつ、あるね、有名じゃないですか。その100万ドルの夜景っていうのを見に行ったんですけど、うん、すごい綺麗だったんですけど、うん、付き合ってたらロマンチックなものになるのは分かるんですけど、うん、別れてすぐだったので、うん、全然そういうロマンチックなものにならなくて、ただの明かりやった。そうです。ただ電気だった。ただの電気。無料の電気。うん、100万ドルしかなかったな。はい、山の上で、うん、でバスで行ったんですよ。おお、時間かかって、ね。帰りの時間まではその夜景を見て時間潰さなきゃなんなくて。はい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 。でも僕ちょっと話広げられなくて、もう気まずくて。うん。5分おきぐらいに。うん。僕がすげえって言って、向こうがそうだねっていうのを帰りの時間まで繰り返してました。いやいや、言わんでよろしい、それは。何回か目でもうやめたらいいのに。でもなんか無言っていうのも辛い空気やったんや。はい。で、今は新しいあのパートナーいるんですか？いや、今はないです。好きな人とかは？好きな人はなんか気になるぐらいならいるの？大学に？大学じゃないです。どうやって知り合ったの？あ、もともと知り合い。もともと知り合いってどういうこと？学校が一緒やったってこと？はい。高校とか、はい。ああ、昔からの友達。そうです。はい。誰に似てるの？誰？芸能人で言うと。芸能人ですか？うん。特に。オリジナリティ？オリジナリティ。新しいタイプの顔なんだね。あ、いいね。そうか。いつから気になりだしたの、その新しい方のことは、子には。は、もともとは、うん、高校の時なんですけど。あ、高校とか好きだったんだ。うん、はい。好きやったの？あ、好きってほどではなかったんですけど。あ、でも気になってたんですよ。仲は良くて。うん。まさか、っていう感じですね。夜を共にしてないよね。いや、してないです。してないか。はい、収録だよ、今日。いや、大丈夫。正直。大丈夫？嫌だったらカット。はい、大丈夫です。そしてこういう時って、大体カットしないからね。そうか。まあ、やっちまったというよりも、うん、何なんだろうね。もうこういうことがあったらもう行かない方がいいっていうことなのかね。
うん、でもなんだろう、その子の思いもいろいろあったんだろうなっていうのがすごく垣間見えるよね。うん、だから8ヶ月でさ、うん、より戻そうとしてたのかもしれないよね。戻そうとしてたのかもしれない。でも浩太さんはやっぱどうしても受け入れられなかったから、まあしょうがないよね。しょうがない、しょうがない。まあその、あの5分に1回すげえの時間はよく耐えたと。はい、ありがとうございます。で 夜もね、なんか男の人ってさ、割とちょっとだらしない部分もあってさ、うん、女の子に同じベッドに入ってこられちゃったらさ、うん、別れたどうこうじゃなくて、うんうんうん、わーって嬉しい気持ちになったりすることもあるかもしれない中でさ、なるほど、ないな、まあ、誰かはね、もしかそういう人もいるかもしれないかもしれないよね。じゃあそんなコートさんのリクエストは何ですか？ミスターチルドレンで、ええ、大規模ステージです。おお、なんでこれは好きなのかな、コートさん。好きです、ミスターチルドレンが好きです。ああそうなんだ、一緒やわ。はい、じゃあコートさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次の恋愛も頑張って。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。もしもし。もしもし、こんにちは。こんにちは。おところ、お名前、年齢どうぞ。愛知県名古屋市で聞いてます。16歳高校2年生、ラジオネームひなのです。ひなのちゃん、なんかしっかりしてるね。はい、そうですか、嬉しいです。高校1年生高校2年生高校2年 生、はい。あら、なんかじゃあ部活とかやられてるんですか？部活はやってないんですけど、うん、あの中学の時にジャズ部って言って、うん、お面白いよな、吹奏楽の。そうなんですよ、あのジャズばっかり弾くみたいな、ブルージャイアントみたいな、入ってて、うん、そこで、うん、あのドラムやってました。あ、ドラムだ。え、はい、あれブルージャイアント読むとさ、うん、ブルージャイアント知ってる？ひなのさん漫画、あの題名だけ聞いたこと あったんですけど、まだ読めてなくて。いや、なんか俺その漫画大倉さんに勧めてもらってさ、読んでめっちゃハマってるんだけど、うん、ドラムめちゃくちゃ大変じゃない？ジャズの。ジャズってやったことないな俺、うん、いやでもなんか最初始まりが、うん、そのスイスあのジャズだったんで。あ、そっかそっか。なんかもう最初からそういう感じですね。逆にポップスとかを叩けない？叩けるか。そうですね、なんか今ちょうどあのもう今部活やってないんで、うん、ポップスとかやり始めてて。あ、そうなんや。今度文化祭にも出るんですけど。何歌うの？え、何演奏するの？ハイスタのハイスタンダードの、うん、マイファーストキス。あ、いいじゃないの。またハイスタとか難しくない？あれすごい、スネアが、私左手がすごい苦手で、うんうんうん、むずいんですよ。むずいよね。やっぱジャズをやってた人からすると、はい、ハイスタってどうなの？そのやりやすいやりづらいで言うと、難しい。なんか友達が、あのそのバンドメンバーの子が決めてくれたんですけど、曲は、うんうん、でもでハイスタをそれまで、あんまり知らなくて、うん、でも聞いてみたらもうなんかめっちゃ、私ロックがすごい好きなんで、うん、ロックがめっちゃ好きで、うん、なんですけども、うん、まあ難しいですね。なんかどうしても、はい、メロ怖いもん、ね、なんかジャズに寄せたくなりますね。ああ、ジャズに寄せたくなる。ジャズにできるのがすごいけど。それもかっこよさそうですけどね。そんなないですけど。うん、それのバンドは何？ガールズバンド的な感じ？いや、あの男女混合で。混合？じゃボーカル男子か。はい、いけないなそれは。ボーカル。あれ、大倉さんが。俺男子に手出されるんじゃないぞ。いや、まだ会ってないんですよ全然。え、どういうこと？どういうこと？友達の誘いで。うん。私が乗った感じなので。あ、ドラムいないんだけど入らない、ま、っつって。そうなんですよ、はい。どうすんのそこにかっこいい子いたら。いやもう困っちゃいますよね。困っちゃうそれは困っちゃうね。ひなのさんはさ、まだ16歳でらっしゃるけれども、はい、例えば恋愛とかもして、今まだしてないんですか？それともしてるんですか？してないです。あ、してないんだ。じゃあ困っちゃうっていうか、別にね、はい、そういうバンド内での出会いもあるかもしれないってことだな。はい、そうか、うん、でもそういうの、はい、いや16歳か、16歳もう多感な時期やもんね。彼氏欲しいでしょう？
まあ、欲しいですけど、すごい今なんか、趣味が本当に楽しくて。趣味？趣味、そのドラムだったり、私本当にラジオが好きで。うん、あ、そうなんや。はい。え、ずっとラジオ聞いてんのじゃあ。そうです、もうこのラジオが本当に好きで。え、あ、このラジオ？はい。え、この我々の大倉くんと高橋くんがですか？はい、そうです、そうです。あら。なんかせっかくの機会だし、なんかね、ドラムで何か大倉さんに聞いてみたいこととか。え？ありますか？え、いいですか？うん、全然いいですよ。僕で、ね、答えられることなら。いや、本当に尊敬してるんですけど。ありがとう。なんか私、すごい、ちょうど中学から始めたんで5年目なんですけど、うん、なんかドラムの、その、客観的に聞いてみて、うん、自分の音のバランスがすごい悪くて。ほう。そのバランスを良くするにはみたいな、なんか、はい、どう悪いんですか？はい、どう悪いの、バランスがどんな風に悪いの？なんかどっかがちっちゃかったりとか、スネアの音がちっちゃかったりとか。なんかどうしてもジャズやってたんで、うん、あのライドの方、右の方を使ってて、はいはいはい、チンチチチンチチチンって、あ、そうですそうです、はい、なんかあんまりその、うん、タムを使わなかったんですよ、私は。あ、そうなんや。なんでそこがなんかどうしてもバランス悪くなっちゃって、うん、でこぼこしてて。ああ、どうなんやろ。でもどこを目的としてやっていくかなんじゃないのかな。あのジャズをやるんやったら多分ジャズ極めた方がいいと思うし、はい、多分音量感が違うと思うんすよ、うん、あ、そうですね。そうだから、ポップスやるときにずっとこのロックとかポップスをやるんやったら多分全部同じ力でというか、はい、同じ力のバランスで叩かなくちゃいけないでしょ。あ、そうですね。でも俺もそれはそれでずっと悩んでるけどね。へえ。うん、どうやったらいい音出るんだろうとか。あ、でもむやみに叩いてもいい音出ないしね。はい、それは多分ドラマにとって永遠の課題なんじゃないですか。ありがとうございます。解決せず。いやいやいや、それは専門的なお話ですからね。専門的でしたね。叩いたことない人からしたらだけども、たそのね、みんなその ぶち当たる壁なのかもしれないね。え、大倉さんにそうやって言ってもらえるのはありがたいよね。本当にすごい、もう助かります。いやいやいや、関ジャニ∞では誰がタイプなんですか？え、大倉くんです。わあ。よかったよ。こういう時にさ、全然、あ、安田くんですとか言う場合あんのよ。そうね。まあ、番組の流れ的にはそっちの方が面白い。いやいやいや。ぜひ、面白くないわ。ここで別の人っていう願いが今。面白くないわ。あったんですけど、ね。面白くないなと思いながら帰っていかなあかんから。これだけドラム論をね、語っていただいた後でね。そうか、ちなみにだって俺、そのハイスタの、マイファーストゲストやったっけ、はい、俺初めてライブでやったのそれやってきました、全然できへんかった。むずいんすかやっぱり。なんかもうあの1ヶ月練習してあの出たライブだったんですけど、うん、もう足とか全然できないから、うん、あの足ってドン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 とかなんですけど、はいはい、俺ずっと、うん、It is a skill to もうドッタドタしてた。もっと激しい曲になりそうです。すげえうるさかったと思う。いや、すごいと思う。僕なんてたまーに叩かせてもらったりするけど、うん、もうね、手と、右手と左手と足とでさ、うん、全然違うものをやらなきゃいけないじゃないですか。まあそうですよね。それ、素人目で見てもそれだけでもむずいのに、うん、ジャズやられて、そのジャンルでもまた違ったりとかってすごい大変だなって思いながら今聞いてましたけれども。ねえ。ちょ、ごめんなさい、ちょっと前置きとっても長くなりました。ひなのさん、何やっちまったんですか？はい、左の肘から糸が出てきちゃったんですけど。え？なになになに？左の肘から糸？肘から、うん、肘から糸？糸って何？それ毛じゃないの？何？どういうこと？え？どういうこと？去年4月に、うん、あの自転車から落ちて。自転車から落ちて？転んだってこと？はい、うん、そうです。肘を粉砕骨折しちゃったんです。うわそれ結構ボロボロになっちゃって、うん、なんですぐ手術をしてもらって、その後、はいはい、金属プレートで骨をくっつける手術をしたんですね、うん、でその後リハビリをしてすぐ手術終わって、ちょっと経ってから。え、めっちゃ痛いんでしょリハビリ。いや、でもなんか全然緩かったです。あ、そうなんや。動くようになったんちゃんと、うん、でもうほぼ完治っていう感じだったんですけど、うん、で今は今年
もう完全に治ったので、うん、今年3月にそのプレートを抜く手術を今度して。ああそうかそうか、はい、で今は手術で開いた傷口が自然に治るのを待てば完治っていう状態なんですけど、うん、1ヶ月前に、うん、その手術の縫い目の端からあの糸みたいなものが1ミリぐらいなんですけど、うん、それ何出てることに気づいて、うん、で医者からはそんな手術が終わってから、うん、糸が出るかもなんて言われてなかったんで。いやいやそれは言われへんやろ。でそれ縫合の糸じゃなくて、はい、縫合した後の糸ってことじゃなくて、でも抜くか抜歯するか、はい、うん、今回私が受けた手術はその、うん、糸を抜歯しなくてもいいみたいな、体の中でも溶ける。ああ、それが溶けてなかったってことなのかな。で、うん、今触ると若干痛くて。え？な、何それ。逆にそれ病院行った方がいいんじゃないの。でもまだ相談してなくて。いやいや、早く相談した方がいいよ。いや病院行った方がいいよ、痛いんやろだって。痛いですね。それさ、別にやっちまって、平野さんがやっちまってる話ではないよね、うん、多分お医者さん、お医者さんもしかしたらやっちまってるかもしれない。やっちまってるんじゃないの、それは。でもこの糸抜かない方がいいですよね。抜かない方がいいよ、自分ではあんまり勝手にやんない方がいいよ。絶対抜かない方がいいよ。どうすんのよ、なんかいろんなアメちゃんとか出てきたら。どんな体なんですか。それはお医者さんに早く行った方がいいわ。ご両親とかには相談してないの、こうなってるって。あの母にはすぐそのちょうど夜に気づいたんで、うん、もう家にいる時に気づいたんで、その後すぐになんか糸みたいなの出てきたみたいな言ったら、うんうん、まあ、でもどうしようもないし治る、まあ、一回その傷が落ち着いてから、うん、今若干その赤いんですね、まだ、うん、なんでそのなんか炎症みたいなのが収まったら、うん、一回まあ医者に行ってもいいんじゃないみたいな感じは言われたんですけど、うんうん、炎症の前に行った方がいいよ。簡単だな、だいぶ。結構すぐ行った方がいいと思うよ、ね、俺もすぐ行く。俺やったらすぐ行くけど、うんうんうん、私も結構すぐ行きたくて、もうその夜すごいもうなんかすごい怖くて、うん、でも1ヶ月経っちゃったんで何も思わなくなっちゃって、いや何も思わなくなっちゃったらあかんよそれ。それは良くないよ。一気すぐ、うんうん、それはなんか行くのもちょっと面倒くさいでしょ、病院とか。あんま行きたい、ね、行きたい場所じゃないもんね。まあ時間が地味になくて。地味にない。いやいやいや、なんでないの。バイトですかね。いやバイトしちゃダメな学校なんで、したいんですけど。じゃあ時間あるやろ。やりたいこと、ドラムとかそういう趣味が楽しくてっていう感じなの。あとはなんか親に結構その通院に何回も車出してもらったりしてて、うん、なんか、うん、申し訳ないなって。こんな親がすごい賛成してるなら別に行きたいって。親、いや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 。そんなに、え、そんなに怖いの親。いや全然怖くないですけど。いやいや、だってさ、日野さんちょっと優しい人なんじゃないの、はい、そう、いや気使っちゃってる、気使ってるので。娘なんてそうです、可愛いに決まってんだからさ、うん、わがまま言いなさいよ。わがまま言ってほしいと思うよ、俺。俺がお父さんならな。いや、もうお父さんなんてもう喋ってないですよ。いやいや、どんな、だ、大丈夫？喋ってない。なんか別の問題発生してきてない？ご家族仲良くしてよ。はい、頑張ります。あ、もうそういう時期か、お父さんと。うーん、ちょっと家族が危ない。危ない危ない。待て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 、ちょっと糸、発生の仕方があかんわ。肘から糸出てきた以上の問題がありそうだけど。そうなの。でも割とギリギリですね。ギリギリか。はい。いやでも それとこれとは別やからさ、まずはね、はい、体のことやから、うん、ほんまにもうその、あの、これをもっと早く病院行ってればってみたいなことにさなったら怖いやんか。そのせいで、そうそう、あの左手のさ、スネアが弱いんかもしらんで。ああ、まあそれも、あ、まあ1回その1ヶ月ぐらいギプスしたまんまだったんで、うん、そこでだいぶ筋力落ちちゃって、うん、それもあると思うんです。あると思うよ。あるのか。だから逆に言うとさ、行っちゃえばすぐ解決する問題かもわかんないじゃん。お医者さん行っちゃえばさ、ああごめんなさい糸出てましたねって言ってさ、そうそうそう、お医者さん対応してくれて、何分か何十分かでさ、その1ヶ月ぐらいモヤモヤしてたものが腫れたりするしさ。病院が遠いの？そうですね。どれぐらいかかんの？なんか学
学校に車で送ってってもらう道にはあるんですけど、うん、あじゃあえ帰り道はどうしてんの？帰り道も送ってもらうの？あ、いつもはそのちゃんと自分で電車使って行ってるんですけど、うん、病院通ってた時は、うん、学校に近いところを病院を一番に選んで通ってたんですけど、うん、でもなんかネットで怖くって調べたら、うん、なんか結構怖いこと書いてあったりしたんですけど、何体から糸が出るみたいな検索してみたの？いや、なんかその人の抗体みたいな合ってなくて、その溶ける糸がアレルギーみたいな感じで、うん、その人には合ってないから溶けないみたいな感じで、うん、あ、じゃあ溶けないんだったらこのまま治っちゃったら終わりますよね。このまま生きていきます。終わらないし、大丈夫だと思うんだけど、個人的に僕が気になるのはね、まだ16歳じゃない？はい。多分これからまだ体大きくなったりとかさ、成長してってさ、その腕の形とかもさ、はい、変化してる、まさに今いい成長期だと思うわけ。腕の形の変化。はい。大きくなったりとかさ、すんじゃないですか、まだ16歳だった。16歳、ね、その中でギプス入れてたりとかさ、ーはーはー、糸が入ってて、そういう、なんていうの、体に余計なものが入ってて、それこそ溶けてないとかだと、ひなのさんの成長にもしかして、それドラムやる上でもさ、なんかちょっと邪魔してたら、それは、あれじゃない、普通に成長する上で別に余計なものかもしれないじゃん。はい。なら、ね、早めに取るなら取った方がいいのかもしれないし、逆に出てて痛くなくなるもんですよって医者に言われればそれはそれで安心できるし、はい、もう自転車に乗るのが怖いの？いや、自転車大好きなんですよ。なんでそもそもやけどさ、なんで自転車から落ちたの？スピードを結構出してて、うん、歩道と車道のスロープみたいなところってわかりますか？あんなところにそんな1センチぐらいの段差があって、そこに多分スピードの出しすぎてでタイヤが引っかかっちゃって、うわー、めっちゃこけたんや。倒れて、まあ、結構ダイブしちゃって、うん、飛んだんだ。危ない。あんまりもうびっくりしちゃってあんま覚えてないんですけど、もう事故だよねそれは。でも、はい、そこからも自転車乗ってるの？いや、もう親から禁止令が出てて。そうやな。いや、電車でもいいからなんか行き病院、うん、はい、わかりました、うん、早く行ってね。本当にありがとうございます、うん、ありがとう、ありがとうございました、はい、これからも聞いてね、はい、ありがとう、はい、もちろんです、ありがとうございました。オールナイトニッポンサタデースペシャル、ドラムも頑張って、高橋くん頑張れ。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。さあ、今週は明日からカンジャネットの全国ツアーが札幌で始まるため、久々に録音でお送りしてきた大倉君と高橋君ですけども、はいはい、エンディングに僕たちからのお知らせです。はい、カンジャネットから、いよいよ明けて今日ドームツアー完全エンターテインメントグレイテストが札幌からスタートいたします。名古屋、大阪、東京、福岡、そして、台湾公演もありますので、うん、6人での関ジャニ∞とも、どうぞ応援よろしくお願いしますということで、うん、どんなライブになるの？あ、どんなライブ、そうですね、まあヤスのね、ことが報道でありましたけども、はい、まあ万全じゃない状態なので、うん、まあ、それでもこうみんなの前にこう自分の顔を見せたい、安心させたいっていう思いでステージに立つっていう決断をヤスがしましたけれども、うん、でもやっぱりこう踊れないですし、うん、まあ、飛んだりもできない状態なので、うん、でもまあ僕ら今の僕らにできる、まあ、最大限 の、うん、パフォーマンスは、うん、約束したいなと思ってますし、うんうんうん、なのでまあテレビにも出たりね、今もしてますけれども、うんうん、なんでしょうね、楽しんでいただきたいなと思いますね。うん、うん、まあ、とにかく前を向いてね、うん、心配は多分あるのは間違いないとは思うんですけれども、うんうん、まあ何かあったらというか、あいつが絶対無理すんなっていうことを言ってるんで、うんうんうん、
無理した瞬間に、うん、ステージから降ろしたいと思います。お母さんがあー、まあ、無理したやめてもうそれする、はい、退場もうそれ、それするならもうやめてっていうことを、しようと思っているので、だからまあ安心してっていうのはおかしいかもしれないですけれども、まあ、心からこう楽しみにしていただければなと思います。まあ、先週の放送でも、まあ、僕も一リスナーとしてというか、うん、その関ジャニ∞のメンバーご自身が、ね、目の前にある壁を、ね、うん、登っていって前を向いて始めるドームツアーなんだと思いますから、はい、まあ、ね、変な話その心配しながら見に行くというのも変な話ですからね。まあまあ、皆さんにね、あの6人のスタートという意味でも、再スタート、うん、まあ、あの僕たちは最高のものを届けようという気持ちで行きますので、はい、楽しみにしてください。何かあれば大倉さんがステージから安田さんを下ろしたりしながら、はい、もう、何が何でもやるんだと抱えて下ろしますからね、いやいや、その覚悟が素晴らしいと思います。いやいや、はい、僕も本当に頑張りたいと思っています。ありがとうございます。そんな高橋からも、はい、今年も野外音楽フェス秋田キャラバンミュージックフェス2018開催いたします。うん、秋田県仙北市小保内公園野球場で、うん、出演者は9月の1日、岡崎体育、ジュンスカイウォーカーズ、リトルグリーンモンスター、阿佐ヶ谷姉妹、江原正宏、小島よしお、9月2日、オレンジレンジ、ケミストリー、竹原ピストル、鉄腕トモ、みかん、ロバート、そして両日とも私、高橋優も出演させていただきます。詳しい情報はイベント特設サイトをご覧ください。はい。はい。いよいよ迫ってきましたね。そうですね。明日はツアー初日であり、深夜はワールドカップの決勝が。あ、もう決勝か。ちょっと大倉さんからのその予想をですね、最後にちょっと。教えてる、まあ、我々が今この現時点で知ってるのは、うん、あのフランス対ベルギー、そしてクロアチア対イングランドというのがまだ試合が控えている中で我々今喋ってるんですけれども、おそらくこれを聞いてくださってる方はもう決勝の、ね、カードが出揃ってる状態。いや、まあそうなんですよ。決勝どうなってますかね、まず。いや、もうそれあの僕 の, あの希望でいい希望、あのいろいろこうね、あの強豪国がこう敗退していってる、はい、もう誰も予想できないようなこうワールドカップになってるから今面白いんですけれども、はい、保険じゃないよこれはあのね、フランスとベルギー大体がフランス勝つんじゃないかって予想してると思うんですけど、はい、僕ベルギーに頑張っていただきたい。強いですから、フランスも早くて強いんですけど、まあ、もうどっちと もうビッグクラブのに、ね、所属してるもうスター選手たちばっかりですから、あ、そうなんですか。どうなるかわからないけれども、まあ、日本にね、こう勝っていったベルギーに頑張っていただきたい。確かに。でクロアチアイングランドはクロアチア勝った面白いなと思いますね。なるほど、うん、じゃあクロアチア対ベルギーが決勝になってたらな。決勝になってると、うん、で、だいたいこういうのが外れてフランスイングランドになってた外れた場合はって一応言ってますけど、ね、外れた場合、外れた場合どうしましょうか。外れた場合ですか。外れたねって言うわ外れた場合は何もない。いやいや、もうじゃあ何でもしますよ。逆に当たった場合は番組から何かって何ですか、これ。この予想金券プレゼント金まあそんな感じで、録音でお届けしましたけれども、はい、来週はまたちゃんと生放送でお送りしますので、よろしくお願いします。はい、ということで、この今週我々この辺ですけども、日本放送などで聞いてくれてる方はこの後オードリーのオールナイトニッポンでお楽しみください。はい、じゃあまた来週。はい、バイ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 。